ため息が聞こえた。はいはい、ではこそ奇跡を、こちら触りたいと思います。ビオラの、3拍目ですかねのトリル、ここはちょっとついていただいて、大きくアピールしてください。E セクションの前4つ前の、トロンボーンバストロンボーンのコードなんですけども、ここのクレッシェンドしていく感じがもうちょっと4小節間での演出としてほしいので、ここをもう少し意識してください。はい。あとちょっと今ここで意識してと思ったのは、ギターの遠山さんが僕やっぱ似てるなって思いました。本当によく昔言われてましたね。はい。ということをちょっと気になりました。ありがとうございます。はい。じゃあちょっともう一曲返したいと思います。M10 ですね。Thank you.
クションの最後のフォルテッシモはもうここは大見せ場ということで、お願いします。ベラップ、E セクションの後半 F に向かっていく弦の刻み、これもヒートアップかなりする感じ でヒートアップしていくんですけど、 F の頭からメロディーに移行するじゃないですか。そこを F の頭のしっかりメロディーの始めの音が鳴るように、そこはあくまでゴールだと思っていただいて、はい、はい、あとは頭4つ振りで中2つ振りになるのを言ってなかったなっていうことぐらいですかね。はい、はい、なんか皆さんからありますでしょうか。大丈夫そうですか。ということで、また終わり方が分かんない。はい。では本番を楽しみにしていてください。カメラは違う。後ほど。